おはようございます。 TZ48 代表の桂田源太郎です。緊急朝礼イエーイ。はい、一人でイエーイ言うてもしゃあないですけどね。はい、7月17日朝6時10分を少々回りました。はい、緊急朝礼です。今日はなんと第3回 TZ48 ランチ会アットコンセントカフェということでですね、コンセントカフェ、大阪本町地下鉄15番出口出て徒歩100歩のコンセントカフェで、TZ48、視力障害者が中心に運営する飲食店企業に向けて活動している団体 TZO、 ただの全盲のおっさん、僕が48歳の時に設立しました団体 TZO48 が、満を持して、はい、何ヶ月ぶりですかね、5ヶ月ぶりに、はい、2月20日以降、コロナ禍ということで緊急事態宣言などなどで延期に延期を重ねてきた第3回 TZO48 ランチ会アットコンセントカフェをいよいよリリース実施実行でございます。はい、ぜひぜひ皆様、大阪本町地下鉄15番出口出て徒歩100歩のコンセントカフェにお集まりいただければと思います。お願いいたします。現在12食のご予約、限定20食のうち12食のご予約をいただいております。残8食でございますので、まだまだ8席ですからね、ございますよ。はい、もし大阪市内にお出かけの皆様ね、日和がいいな、気分が乗ったなという方は、大阪本町地下鉄15番出口出て徒歩100歩のコンセントカフェに、TZ48 ランチ会にお越しいただければというふうに思います。ランチ会のメニューをご説明いたしましょう。ランチ会は、今日はですね、生姜焼き風丼ぶり、気になりますね、風ってなんやねんと。生姜焼き丼ぶりじゃないのか、風かよ、風ってなんやっていうことで謎が深まりますよね。生姜焼き風丼ぶりね、食べに来てください。それと釜玉うどん、もうこれはね、ご存知ですね、美味しいですよ、釜玉うどん、卵が入ってね、混ぜ混ぜして食べていただくおうどんでございますよ。はい、それと香味、ネギ香味だれ風冷ややっこ、あ、風じゃない、ごめん、これちゃうわ、風じゃない、嘘言うた、ネギ香味だれ冷ややっこです。はい、気になりますよね、生姜焼き風ですよ、まず、はいね、気になってくださいよ、ぜひぜひ。はい、あ、青山さん、あ、外国の方、ビリー・ジョーンズさん、お、なんや、すげえな、外国の人の名前まで載った。はい、加藤さん、おはようございます。あ、東京晴天です。はい、ということで TZ48 ランチ会第3回 TZ48 ランチ会大阪本町地下鉄15番出口出て徒歩100歩です。ぜひお越しくださいと、これを叫びたいがために緊急朝礼を満を持して、もう出かけなあかんのにね、ドタバタしてんのに。あ、でも大丈夫ですよ、荷造りも万全でございます。はい、ちゃんと衛生条件を整えれるような、道具を、持参しまして、コンセントカフェにこれから向かおうかとしているところなんですけどもね。はい、ぜひぜひお越しいただければというふうに思いますよ。あ、秋葉原行くの？加藤さん、秋葉原コントさ、大阪本町は？大阪本町15番出口出て徒歩100、出て徒歩100歩やねんから、本町までなんとか来てくる。東京から新大阪でしょ、新大阪降りたら御堂筋線乗るでしょね。ほんで何、
西中島とか中津とか梅田とか淀屋橋とか越えたらほら本町じゃないですか。何秋葉原言ってはるんですか、ほんまにもう。一食置いときましょうか、取り置きで。加藤さん4時ぐらい、11時半から2時半ラストオーダーでだいたい4時、撤収4時なんですけど、4時ギリとかで4時ギリぐらいで置いときましょうか。気をつけて行ってらっしゃいって、加藤さん。あ、木下さんおはようございます。昨日大阪から帰ってきたばっかりやって、そんなん関係ないし。で、な、昨日帰らんとおってくれてよかったですよ。そしたら加藤さん、はい、木下さんもおはようございます。はい、今日の、朝礼は、TZ48 ランチ会、大阪本町地下鉄15番出口出て徒歩100歩のコンセントカフェ。はい、生姜焼き風丼ぶり、それから釜玉うどん、そしてネギ香味だれ冷ややっこ、この3点セット、700円にてご提供させていただきます。視力障害者、全盲、生まれつき全く目が見えない私が、シェフとして厨房に立つという、将来飲食店を自分で実店舗を起業したいので、その、トレーニングに、だいたい2月に1回というところで開催させていただいている、コンセントカフェでのランチ会第3回になります。2月からちょっとコロナ禍ということで緊急事態宣言で延期に延期を重ねた挙句のようやくの開催でございますので、はい、テンション高くいきたいと思いますよ。はい、あ、ワクチン接種してきます、青山さん、お気をつけて。はい、ちょっとワクチン接種したら無理かな、しんどいかな。夏バテ予防にはいいんですけどね、ちょっとワクチンの後に効くかどうか分かんないっすからね。生姜焼き風丼ぶり、でももし万一体調よろしければお越しいただけると。あ、もう無理はせんといてくださいね、青山さんね。はい、ぜひぜひということで、じゃあコーヒー飲んで、もうコンセントカフェに行きます。うん、今日もコーヒー冷やしてたんでサクサク飲めますね。よっこいしょ。はい、じゃあいつものように、あ、ありがとう青山さん、頑張れって、皆さんの お名前を。青山さん、ビリー・ジョーンズさんってかっこええな。海外からか日本に住んではるんか分からへんけど、木下さん、おはようございます。大丈夫ですかね、青山さんと加藤さんと木下さんとお名前、表示されてますけれども、では今日11時半から2時半の間にコンセントカフェでお会いいたしましょう。それから明日は、コンセントカフェズーム店、それからコンセントチャンネル、コンセントチャンネル1000人超えてんて、登録者数すごいな、 YouTube チャンネル。はい、こちらで明日午後9時21時から全盲のおっさん、名前はまだない、放送しますので、そちらでもお会いしましょう。それから通常朝礼、月曜日あさって朝6時10分にお会いいたしましょう。それじゃあ行ってくるわ、頑張ります。じゃあありがとうございます。お相手は TZ48 代表桂田源太郎でした。ありがとうございます。バイバイ。